どうも皆さんこんにちは、ピオツキチャンネルエプネシのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回やっていく武器ステージはこちらです。荒巻取りにてスプラッシューターカーボンローラージムワイパーのソイチューバーでやっていきましょう。それではスタート。さあということで、前回もこの同じ武器ステージでやっていったわけなんですが、まあ油断したらやっぱり荒巻取りでとかでも死にますわなっていう、そういう感じで、第1ウェーブ負け、納品不足でやられたという感じでございました。それ以外は第3ウェーブでクリアもできていたんですが、油断はダメですね。慢心はダメ絶対ということでやっていきましょう。宮本雅史、一文字違う、いるのかな。私が歴史に詳しくないだけで雅史いるのかな。宮本家のところに武蔵の兄弟で正がいた可能性も私はちょっと否定できるだけの知識を持っていないのですが、あー鍋豚、なんかワンあっ出しちゃったか。ほはい、ほあそこにヘビですね。狙いは私が来ているね。なんで S オールマイトみたいな言い方してますか今。私が来ているね。地味にヒロアカのアニメの中でさ、オールマイトが私が来たをさパロってさ、私来たってやつめちゃくちゃブレーってなんだけど死んだわ。ヘビも来ているから危ない、ありがとう、助かる、あざます。登りたいけど登れるか、この状態でっと。よいしょ、おいよっと、危ねえ、なんだと、爆弾そこにあったのか、それは見えねえよ。ありがとう、助かる。おいあれ、なんだと、ダメだこれ、油断すんなって言った直後にこれか。いやでもあの爆弾の位置きつい、あれはマジ気づかなかった。爆発音が聞こえてからやっと気づいた。ちょっとあれ卑怯すぎないか、あんな綺麗に乗っちゃうのおかしくない、プレイヤー乗れないのにさ。油断するなと言った直後にこれですからね。私は学習能力というものが皆無であろう。いやーまあそれはもう昔から分かっている。つまりない中でも頑張れる、そんな状態にするしかねえ。無意識で最善策を取れるぐらい頑張るっていうのが一番いいのでしょうね。ジム持ってたのが僕だから、一番動き回らないといけないのは僕だった。さあこんなポカをやらかした状態でも全員が連続でやってくれることとなりました。武器も私にリベンジをさせてくれるみたいですね。じゃあそのリベンジの機会、ちゃんと第3ウェーブまでクリアして、この人とチームになれてよかったそう思えるぐらいの終わり方をしたいですね。まあまだ第2戦目だから、これ終わった後も終わんないんだけどね。そうオッケー、降りるんだったらせめて1個持っててくれたらよかったのに。納品はとりあえずマジで、あぶねー、よいしょよいしょ、ヘビか、私狙いっぽいね、しかも。あと6個、と
とりあえずはあそこに置いて、あー綺麗にバウンディ。今の状態だったらそのまま狩りに行った方が絶対良かった。あれ100ダメージでいかない？納品は足りた。ってことはうっ、オッケー、ナイス。まあとりあえずさっきよか上、さっきがひどかったんだけど、最底辺だったけど、さっきが。さあソイチューバー完調です。カーモンベイビー。さあソイチューバー、オッケー。パンチャージするとワンパンできる火力は出るからね。あー、もらいます。とりあえず塗りだけは、柱の塗りはあげますんでな。よし、この塗りあるだけでマジで動きやすくなるからね。ほいほいほい、オッケー。ソイはパスパス60ぞ。結構余裕でいけるぜ。あそこの片翼どうする？おっ、ね、オッケー。どうする？飛ぶ？飛べない。これまずいね。あっ、あっと、ダメ今の。マサシー、マサシー、マサシー、マサシが死んだ。マサシー、あと1個足んね。ダメかこれ。継続してくれた方には申し訳ないが、私がまあダメな状態をカバーしてくれる味方が欲しいので一旦解散で、僕をカバーしてくれるそんな人物に出会いに行ってくる。だからだから君たちとはここでお別れなんだ。いやー、真面目に申し訳ねえな。私という存在がいたからこそこの戦いに君たちはついてこれなくなった。お荷物どころかデバッファーじゃねえかよ。味方にデバフを与える存在、それが私といっても、ジムを持ってた人物にしては敵をキルしてない。ジム持ち、もっと敵キルしないとまずいんだけど、キルできてないね。さあ第3行きましょう。早いよ今回。ソイチューバーよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうあれも何年前ですか、サマーウォーズ。なんで何年前、あれ10年経ってたら私はビビり散らかすぜ。でも経っててもおかしくはねえんだよな。ドドスコラビット、ドドスコラビット、ド、え、ドドスコって楽しんご、ドドスコスコスコラブ中流じゃないよね。あばば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 ば、だから前に出たくないと思ったんです。ドスコイと霧で何も見えてなかった。私の索敵が不足している。あ、ごめんなさい、本当にご迷惑をおかけいたしました。鍋豚が後ろにいるのはもう無視していきますね。なあ、1だ。私は今日はクズの運を発揮しておるな。よいしょ、いってて、て早いって、マジ今回ってか、私今日ダメだな。
結構遠い予想より。鉄球やってくれてたのか、ありがて。あと4つ、私が入れる。で、足りたよ。めちゃくちゃ落ちてる。ナイス、ありがてえ。ご迷惑をそしておかけいたしました。ここ第3クリアできたらお頭出てきそうだけどね。スプラシューター。さあ、キリチャージャーは苦手っていうのは、苦手というかもうあれは無理だよ。無理ゲー、無理ゲー。でもなんか私、キリの時チャージャー士とかそういう遠距離系の武器よく持つんだよな。何の因果か、何もないはずなんだけどな。うおー、死ぬくね。よっ、ここも塗っといて、了解。後ろはじゃあ私が守るよ。ちなみにタワーはマジでソイ一人でいける。あいつパシパシ一番早めにやったら、一番早くやったらさ、パシパシだけで若葉と同じ DPS が出ると噂ですからね。ボムスタンとかも、あの小手先の技術はもう今日は使わないことにします。多分剣術にやる方が一番強い。てか、あの下手なことやるとまた取れる場所を取れなくなるから、まあ2との2と追うものは1と思えずというものですから、変な小細工をして、あの効率よくやろうとしたらむしろ効率が落ちる。急がば回れでございます。ちなみに急がば回れ、滋賀県のところにある唐発というものが、まあなんかね、由来となっているらしくて、その唐発というものが、まあ、安定した橋なんですが、急ぐ人は船を使って渡る唐発が結構立地的に遠いところにあって、でまあなんか急ぐ人は船で渡るんですが、船とかで渡るよりちゃんとした橋を遠回りしてでも渡った方が結果的に事故とかだったりとかがなかったりするから、アクシデントがなく安全に渡れるよっていうところから急がば回れというものが出たようですね。はい、スプラトゥーンの実況に何の豆知識をアドリブで混ぜているんですか。私知らん。さあ死ぬ。でやでやでやら、へい、外れてるね。さあということで、ポンポーラスせーのと。ちなみに縦切り3発当てれば、縦切り3発当てれば僕らも落ちるよ。危ない。いやー早い、声が普段出ないような声が出たぞ。早い。実は昨日トラゲーで叫んだせいで喉が死んじょるんすわ。これもうまい。あっ、うえ、オッケーじゃない。あと6個。オッケー、ナイス。うん、足りたよ。よし、ナイス。おーっと来るか。出てないのなんだ私。カーボン発。カーボンですね。カーボンローラー、カーボンローラー、カーボン、カーボン、カーボンローラー。あの位置、ナイスメガホン。助かる助かる。
よく登れた、よく登れた。ダメか。え？マジ視界がザックされて全く見えねえ。鍋豚にこうやられるのは初めてだ。あと、やばい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 。変なとこハマったし最悪だ。こいつだけでもやりたかった。え、どこにハマってたの私。いやー、今日の動画は全体的に味方に迷惑かけっぱなしですね。なんですしてる。ちょっと本来であれば連続で動画撮っていこうかなと思ったけど、今日はちょっとやめておこう。ひどいスコア。ちょっと私が許容できる範囲すら超えてるこれは。うん、さすがにそうですね、やめておきましょうこれは。いやー、マジか、ひどい。何が起こってるんだってぐらい何もできてない。感覚的には普通なんだけど、多分なんか潜在的な何かがなくなってたりずれてたりするか、ただ気づかないだけで調子悪いかの2択ですね。はい、ということで今回ここまでといたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。